こんなものがついていたのか、俺に。こんな、まるでハドラー様みてえなものが。ヒム、お前は一番今の俺に似ているな。まさにハドラーの生まれ変わりだ。それに今奴が発したエネルギーは紛れもなく陶器。生命エネルギーである陶器は、仮初めの命を持った人形などには決して発揮できないもの。そうだ、やはりヒムは新たな一個の生命体になったのだ。ハドラーの命がヒムに宿ったとしか思えない。同時に脅威の敵の誕生だ。もはやクーの技では奴を倒せん。そしてオリハルコンの肉体から陶器を伴って繰り出される奴の攻撃は、大の陶器剣に匹敵する威力があるということ。